レスリング柴田参上。やらかしたユーチューバーを真っ先に全力で叩け。昨日の友は今日のネタ、気づけば友はいないけど、孤独を抱いて悪を打つ、悪口言っても心はい、どうも柴田です。今日は俳優の東出さんと、杏さんが、まあ、離婚を正式に発表したそうなんで、これについてですね、メディアは絶対に言わない、テレビタレントや芸能人コメンテーターは絶対に言わない、この世の真理みたいなものを私、炎上 YouTuber 柴田が言おうと思います。まあまず、アンさんは悪くない。まず大前提として、アンさんは一も悪くありません。不倫をされた方、被害者です。なんで、アンさんは悪くないし、俺はアンさんのことは叩くつもりは一切ない。っていうところを、まず前提として皆さん聞いてくださいね。はい、アンさんは悪くないですが、不倫についてお話しましょう。不倫、まあ良くないかもしんない、良くないかもしんないね、不倫っていうものは。ただね、ただこれ真理ですよ、真理です。誰も言わないけどこれ真理です。不倫なんてものはみんなしてる。世の男性の半数以上が、半分以上がしてる。もっとごめんなさい、もっと尖った言い方をすると、世のできる男はみんなしてる。できるっていうのは金を持ってるとか仕事ができるとか能力があるとか、そういまあ顔がいいもそうかもしれないけど、能力がある男、価値がある男はほぼ確実にみんな不倫してる。で、不倫ができない、浮気ができないっていうのは、これは能力がない男、自然な流れなんだよね。まあ、東でイケメンだし俳優だし演技うまいし仕事ができるってなったら、もちろん女が寄ってくる。で、健康な男だったらもちろん体は反応するわけだ。それは抱くさ、それが自然な流れだよね。これでもね、男だけじゃない、女性もそう。女性は男性と違って年を取れば取るほど性欲が上がっていくから、女性もね、もちろん不倫してる。男性はね、まあ自分の妻を、まさか自分の妻だけは浮気とか不倫とかしてないだろうと思ってるけれども、大体してる。みんなしてるんで、綺麗な人はしてる。どうしようもないデブでブスの、太っちゃった、トドみたいなね、そんな嫁さんはしてないかもしんないけども、まあある程度見た目に気を使ってて、綺麗にしてる女性はやっぱ年いって、年いかなくても不倫してるよ。みんなしてるんだよ、みんなしてるんだ。そして不倫をしてるということは、できる価値がある人間というステータスでもある。だからね、東出と結婚したわけでしょ、アンさんは。だからそういったことがまあない方がいいよ、ない方がいいけれども、そういうことはあるものだと受け入れてから結婚そもそもするべきだったんじゃないのかな。だって
東でモテないはずがないでしょ。結婚していてもそれこそ東出を狙う女性はいるよ。むしろ自分が東出とそういう関係になったらね、自分はアンさんに勝ったって思うかもしれない。だから狙う女はたくさんいるし、もちろん東出だってそれやるよ。やんない方が不自然だよね。東出のイメージがあるからみんなめちゃめちゃ叩くけど、じゃあ勝新はどうだよ。勝新とかビートたけしとかね、女遊びしてなかったら嘘だろな。タレント、役者、お笑い芸人、 YouTuber、 みんなね、女抱いてなんぼなんだって。だから浮気の一つや二つで離婚するぐらいだったら最初から結婚しない方がいいよ、役者となんかって俺は思う。ごめん、でもアンさんは悪くない、ごめんね、大前提として言ってる。アンさん悪くないけどっていう、けどって話だから、うん、っていう話です。あとまあ今が東出が30歳ぐらいでしょ。まあ言うてさ、チンチンが元気に立ってさ、浮気っていうか、まあよそで女抱くのもさ、まああと10年15年ぐらいのもんよね。40仲間になったらやっぱ男もね、こうシュンってなっちゃうしさ、なかなかよそで女抱く気になれないでしょ。結婚生活ってでも死ぬまで、離婚しなかったら死ぬまで続くんだね。向こうたった10年だよ。チンチンが叩くなくなってからの生活の方が長いんだ。そんなね、旦那が浮気して困るとか他の女となんかイチャイチャやってて困るなんてものは向こう10年の我慢なんだって。でも結婚ってもっともっとチンチンが立たなくなってからもその先までね、どっちかが寝たきりになるかもしんない。そうしたらどっちか先に寝たきりになったら、寝たきりになった やつの世話をしなきゃいけない。そういうところまで見越しての、そのもっともっと先まで見越しての結婚だろ。性のことなんか小さなことだよ。だからなおさら浮気の一つや二つ、不倫とかでわざわざ離婚するぐらいなら結婚すんなよ最初から。もう言うぞ、大事なことだからもう一回言うぞね。できる男、そして綺麗な女はみんな不倫してる、当たり前のことなの。はい、まあ、これだけ俺言いたかった。だから当たり前のことだから、それをね、まあそのゴシップ雑誌がね、わざわざそこを切り取ってね、そのね、記事にしてさ、結婚生活を壊そうとするのもどうかと思うし、うん、だからまあみんな受け入れようぜ、不倫っていうものを。うん、不倫は悪いことじゃないよ。いや、悪いことかもしれないけども、自然なことだから。はい、今日俺が言いたかったのはまあそんな話、まあ、ちなみにこの俺、もし結婚したとしても、していたとしても、この俺柴田だけは不倫浮気まあ絶対しないけどね。俺だけはしないけど、でも俺以外のみんなはしてる。はい、そんな話でした。お疲れ様。明日を切らずにいられない。